SKE48 の新チームのリーダーやメンバーが発表され、AKB48、チームアカラチームイエの移籍が発表された佐藤すみれが、同結果を受けて膝から崩れ落ちて、号泣した。また宮沢さえが海外グループ、SNH48 と、兼任でチーム S のリーダーに、抜擢。SKE48 の新チームの、リーダーやメンバーが発表され、